逆転をかけて日本の本田武、4分30秒のフリーの演技です。曲はザ・マミーのサウンドトラックより。まずはトリプルフリップ、このあと4回転3回転のコンビネーションです。どうか、4回転でやめました。ではもう一つ4回転サルコーをプログラムに入れていますが、どうか、小さくガッツポーズ。4回転サルコーを決めました。ここはダブルアクセルになりました。今シーズンこのフリーの振り付けはミラノスカラ座の元ダンサージョゼッペ・アルナ氏が担当しています。躍動感を与えたプログラムに仕上がっています。このトリプルアクセルも両足着氷。昨シーズンの世界選手権では1977年の佐野実さん以来のメダル獲得。ここでコンビネーションにしてきました。って見せます。このガッツポーズは
2つの4回転ジャンプを成功させた、その気持ちが込められているでしょう。1つのプログラムで2種類の4回転ジャンプに成功したのはこのカナダ大会が初めて。自分自身でも納得したような表情。観客の声援に応えるこの仕草、風格が漂ってきました。日本の本田武史、ここが2つ目の4回転サルコーの場面でした。小さくガッツポーズ。トリプルアクセルでは両足着氷。ソルトレイクシティオリンピック4位、世界選手権3位、その自信が今シーズン現れています。テクニカルメリットは 5.6 から 5.8、 5.8 のジャッジが3人います。2種類の4回転ジャンプが入りました。さあ、そしてプレゼンテーション、プレゼンテーションも 5.6 から 5.8。 日本の本田武史、この時点でトップに立ちました。